はい。こんにちは。あ私はピパチャンジョのおの社長ょう、ジョンヨウンですあ。この木があ、一匹のバラの木に、3、5、7、10、12、21の色が違う花を作る。 ううですこれがね今、新しい芽が出ることが見えましょう。この木を、パラの木に、色と匂いが違う、うん、パラの木を作る目的は、このパラの木の 色も、もう、もう綺麗ですけども、パラの匂いを利用して、人間のストレスと病気を治す機能がある木を作ることが私の、このパラの 色がたくさんある木を作る目的です。うん、このパラは、韓国の神様のもう名前を持っていらっしゃる、ホゲンン先生の、うん、もうアイディアで作る、うん、木ですけど、うんうん、私はこの木を 4年前から始まりました。作ることが。まあ、4年間私が、まあ、いろいろ、バラの木の色が違うと、匂いが本当にいいバラの木をたくさんグって売りました。まあ、 この1に色があるバラの木はあ、値段が、まあ、日本のお金で4000万円ですよあ。21のバラの木はあ、4億円ですけど、この木を注文する国が、あ今、 あまあ19以上の国からあ注文が来て私がこの木を作る途中です <laughs> あ。今年は本当夏がまあ暑いと、まあ、たくさん雨が降りましたからまあ今年は本当パバラの木を 作ることは本当難しいでしたけども、今、まあ、全部、もう新しい芽があ、このように出るからね。まあ、まあ、私は、あ,あと、一週間の後から私が、200以上のおパラの、お お注文が入った木をお、作ることが始まるから、まあ、今、私の、まあ、仕事が本当、ちょっと、忙しいように、ちょっと、一人で、ちょっと困ることもあるけども、このことを、注文する人が多いから、私は、 一生懸命に、うん、バラ抜きを作る途中です本当あ,あ,ありがとうございます